人、場所、物、心の通った本物に触れ合えばきっと特別な時間になる。大人の時間に彩りを添えた至高のひととき、あなたも体験してみませんか？立川市の西部、のどかな風景の中にちょっとカラフルな変わった畑がありました。わあ、真っ赤、こっちは黄色、紫の大根。ちょっと楽しくなるような色とりどりの野菜がたくさん。赤株ですね。中もうっすら筋が入って綺麗な、酢の物とかにすると最高に色が出る野菜ですね。このカラフル野菜を作っているのは小山美沙夫さん。お蕎麦屋さんでしたが、18年前農家になりました。生でも食べられて、見た目も楽しめる、目でも楽しめる、味でも楽しめる野菜を中心に生産しております。小山さん、もともとは普通の野菜を育てていましたが、丹精込めて作った野菜が豊作だった時の値段に危機感を覚えました。そんな時、知り合いのイタリアンシェフからこんな提案が。イタリアンのシェフが香辛大根作ってよって言われて、そのシェフが説明してくれて、包丁で切ってくれて、中身を見せてくれたんですよ。そしたらもう真っ赤な大根で綺麗だったんですね。これは東京で作ってる人いなくて、東京で作ったら全部買い取るよって言ったのがきっかけです。この野菜がこれから必要になるなって直感で思って。カラフル野菜を作ることにした小山さんですが、最初はなかなかうまくいかなかったようです。カラフル野菜のはずなのに、こんな失敗も。いや、もうバカにされまくりましたよね。そんな野菜売れるわけないじゃんって言って、周りで作ってる方がいなかったんで、どこで収穫してるのか分からなくて、色はなかったです。薄い紫みたいな。小山さんの野菜は今や引っ張りだこ。人気の理由はあるこだわりです。注文を受けてから発送するまでに、同じ東京都内だったらもう12時間以内に着くんで、最悪私が行っちゃって収穫後2時間以内にはテーブルにっていう。カラフル野菜に至高の味わいを生み出す鍵となるもの、それは鮮度。立川周辺のレストランやホテルはもちろん、都心の有名レストランにも自らカラフル野菜を届けます。国分寺にあるこちらのフランス料理店、小山さんのカラフル野菜がカラフルな一皿に。野菜そのものを味わえるテリーヌ、目でも楽しめる至高のひととき。東京でこういう野菜を作ってるっていうのを知らない方が多いと思うんで、もっともっとアピールしてですね、農業って素敵なんだよっていう職業っていうのをアピールしていきたいと思いますね。立川で育つ新しい農業の形、すくすく育った野菜たちが今日もあなたを彩ります。